二代目古今亭いますけ明治三十一年は落語家。本名は並崎栄二郎。右目が不自由であったことから、メッカチのいますけと呼ばれた。江戸の生まれ、父は不本説の三味線の家元であった剣業見、さ木き総治。幼少から三味線の稽古をさせられ、父の技を受け継ぐはずだったが、富本が廃れてきたため、1874年に16歳で二代目古今亭。 新章の門下になり、心座新丸からココ、心座新太1882年、3年頃に、小明郎いますけを経て1885年3月の、化石から新内昇進し二代目古今亭いますけを、襲名した。中入り前の落語家で、話は余し声は、脳し、火星は、上手によう不愛嬌者、古今亭いますけは、今度、いよいよよ、新内となり、 来月16日の夜より、神田の白売店へ出るのが、初講座。その講業には貢献として、つばめ枝、だ、粒子も透けるので、ひいき連は、背後幕だのビラだとの、今助は、今から、大騒ぎとある。今助は1894年5月、柳葉の改革をめぐって三代目、竜帝園路と葉を飛び出し、端石に立てこもったりもした、1時4分天皇向こう。 春人気もあったという。得意ネタは主に三味線を幼少から稽古していたことから音曲の弾き語りを得意とした。1898年10月23日、38歳で死去。弟子には四代目ゴミオロウ玉、タスク、三代目古根帝、新章、四代目古根帝、新章、雷門雷蔵、今作、コイマラがいる。ありがとうございます。